はい、みなさんこんにちは。今週も献立作っていきたいと思います。今週のレシピはこちら。主菜、肉をまず簡単に作ります。肉じゃが、そして副菜、春ですね、菜の花のかきたま汁。続いて主菜、焼肉のタレで簡単に作ります。鮭のホイル焼き。副菜、豆苗とちくわのナムル。主菜、焼くだけで簡単、照り焼きチキン丼です。そして副菜、新じゃがかつおタルタル和風ポテサラです。主菜、キャベツの麻婆豆腐。そして副菜は具材たっぷりの野菜スープです。そして最後金曜日、副菜、ごろっと鶏肉入りのラタトゥーユと副菜がブロッコリーのペペロンチーノ風です。それでは今週も行ってみましょう。はい、じゃあまずは野菜から切っていきたいと思います。あとお肉の下処理も一緒にしちゃいましょう。はい、じゃあまずね、人参からいきましょう。はい、続いて玉ねぎは薄く切っていきます。じゃがいも皮むきましょう。じゃがいもはですね、まあ、3、4ミリ、5ミリぐらいの拍子切りにしていきます。絹さやです。副菜の菜の花いきましょう。だいたい3、4センチ幅に切りました。茎の部分ちょっと硬いから半分にしてあげると食べやすくなるからね。はい、続いてきのこ、大きいやつはね、半分にして食べやすいサイズに調整してから薄切りにしてください。はい、じゃあ塩コショウを先にしましょう。続いて卵を溶いていきましょうね。そしたらね、じゃがいも先にチンしておきましょう。ここでね、下茹での代わりに電子レンジで加熱しておいてあげると調理が楽になります。はい、そしたらここで1分半ホットパドで加熱します。はい、そしたらね、絹さやを追加してさらに1分加熱しましょう。そしたらね、沸いたお湯に鶏ガラスープ入れてスープ作ります。そしたらそこに調味料を加えていきましょう。お砂糖と醤油。はい、そしたらじゃあ具材入れておきます。はい、パッパッと切れました。はい、こうやって煮ていきます。で、ちょっとね、時間かかりますんで入れ替えて、こちらで肉じゃが作っていきたいと思います。そしたら炒めていきます。まずは豚肉から炒めていきましょう。はい、塩コショウ、酒で下処理をしたお肉炒めていきます。はい、そしたらね、じゃがいも加えていきます。でね、お肉はね、色変わったら野菜どんどん入れてって大丈夫です。そしたら人参、そして玉ねぎね、あとはこのままちょっと炒めていきます。はい、そしたら大体ね、野菜に火が入りました。うん、いい感じ。そしたらめんつゆ入れます。お醤油で、きのこやで、ちょっと塩、あとは振ってなじませたら完成。おい、そしたらね、塩コショウ、味をまず整えて、したら卵入れます。卵を入れるんですけど、あんまりかき混ぜない。かき混ぜちゃうと、あのね、僕が今作りたい卵にはなりません。このまま触らないでおいてきます。ちょっと待ちましょう。火加減は今だと中火ぐらいにしてます。ある程度固まってきたなと思ったら、箸をちょっと入れてあげて、炒める。ごま油、一個で完成。じゃあ盛り付けましょう。おいしそうなセットね、カルポッキー言うでしょう。
はい、こちらでスープ完成です。炒めるね、肉じゃがも盛り付けましょう。そうだね。はい、こちらで完成。はい、じゃあまずは野菜、そして今回は鮭ですねの下処理していきたいと思います。では行きましょう。はい、長ネギは斜めに切ります。はい、続いてほうれん草です。ほうれん草は斜めに落としてあげて、大体3センチ幅ぐらいに切ってあげます。かぼちゃはもうね、切ってあるやつをスーパーで買ってきました。そしたらちょっと大きいので、まあ、食べやすいサイズに切りましょうか。はい、半等分ぐらい。豆苗はザクッと切って、大体半分ぐらい、4センチ幅ねしました。ちくわは斜めに切りましょう。薄くね切りましょうか。そしたら次ね、鮭の下処理をしましょう。生鮭買ってきてます。で、塩を振って振り返して、そしたらですね、ここにお酒振ります。で、下処理をこちらで完了。まあ5分10分置いといたら、今度ポリ袋に入れて焼肉のタレを入れます。そしたらポリ袋に鮭を入れます。こう市販の焼肉のタレです。入れちゃいましょう。味を染み込ませていきます。で、揉むんですが、これ強く揉むと鮭の身が崩れます。なので、まず優しくね、こう馴染ませるように揉んであげる方がいいのかなと思います。はい、こんな感じです。じゃあちょっとこのまま置いておきましょう。はい、そしたらね、鮭ね、しっかり味がつかりました。でね、ホイルにごま油ね、先に下に引いてください。シューッとこう馴染ませて、その上に鮭をのせます。身崩れないように、ね、気をつけてください。よいしょ。 OK、 野菜並べていきましょう。周りにとかね、上に乗っけたりして、で、長ネギもね、置いて、で、かぼちゃもホイル包んでいきます。はい、同じようにここにね、アルミホイル引いて、もう一個の酒も準備してください。はい、こんな感じで包み終わりました。そしたらトースターで焼いていきます。はい、そしたらこの中に入れて15分ほど加熱していきます。加熱している間、こちら仕上げていきましょう。ニンニクのチューブすりおろしね、で、お醤油、すりごま、ごま油、お塩少々で、よく混ぜます。そしたらこの中に豆苗入れましょう。はい、そしてちくわ、よく全体をなじませていきます。こちらで豆苗和え終わりました。今ね、これすごいね、シャキシャキしてる状態なんですが、豆苗から少しずつ離水していきます。で、離水していくと柔らかくなってきて、馴染んできますので、10分後ぐらいではちょうどよくなってるんじゃないかなと思います。はい、そしたら盛り付けましょう。はい、こんな感じで盛り付けて、で、もしね、皆さんごま油お好きであれば、追加でちょっとね、香り足しで足しても美味しいかと思います。この辺はお好みです。はい、よいしょ、できた。そしたら器に盛り付けて、鮭がメインなんで、パッパッと出して、で、鮭を見えるようにしてあげたら、こちらで完成。はい、じゃあまず野菜とお肉からやっていきたいと思います。新じゃがね、皮ごと食べれるんで、皮ごとポテサラ作ってもいいんですが、今回ね、皮を剥いて作りたいと思います。では下処理進めます。はい、じゃあ皮を剥きましょう。この後茹でるんでね、一口大ぐらいですかね、切っていきましょう。結構時間かかるんでね、先にね、ほい、固めのゆで卵を作っていきましょう。はい、そしたらじゃがいも茹でます。10分ぐらいかな、茹でましょう。エンドウは筋を取りましょう。
ぱりレタス僕は割とね大きさがある程度あった方が美味しいかなと思うので1センチ幅に切ります。そこのうち皆さんの好きなサイズに合わせて切ってください。はい、ザクザクと食べやすいようにサイズだけ整えてあげましょう。はい、そしたらね続いて鶏肉の下処理していきます。ニンニクと生姜を入れてお砂糖も入れましょう。醤油、酒、みりん入れていきます。ニンニク、生姜ね液体の状態でよく溶かしておく。入れました。はい、そこに鶏肉入れましょう。はい、塩、胡椒で下味をします。こうやってよく縛って30分ぐらいね置いておけるといいのかなと思います。絹さや茹でちゃいましょうね。1分ほど茹でます。はい、そしたらね絹さや茹でました。水にね、さらしておきましょうね、これね。はい、そしたらね、だいたい10分経ちました。じゃがいも1個取り出しましょう。取り出して、塩は刺します。ぐっと、スープ刺さる、うん、で、ちょっと置いとく。ほんで抜くので、唇のこの下ら辺に当てると温度がわかります。なので、もう2分ぐらい入れようかな。はい、そしたらフライパン油敷いて、でこのまましっかり火を入れていきましょう。じゃがいも粗めでいいので軽く潰しましょう。はい、はい、こんな感じでちょっと粗めに潰しました。はい、そしたらね先ほど茹でた卵切ります。うん、割としっかり固めですね。潰して切ります。絹さや茹でたやつね、この半分に切りましょう。こんな状態です。そしたらじゃがいもの中に入れていきます。はい、はい、そしたら全体をなじませましょう。そしたらですね、こうやって具材を2本に寄せます。寄せます。こういうふうに避けて、そこに調味料を加えて、こんな感じね、塩も入れて、そしてかつお節入れます。そしたらそこで先に混ぜちゃう。そしたらさっくりと全体をよく混ぜて、塩、全体なじましたらこちらで完成。いい感じに焼き色もついて照りもつきました。そしたらこれを盛り付けていきます。丼にご飯を盛って、レタスを盛って、横にチキンドドッと、このりをねパラパラ散らして完成です。おい、そしたらポテサラも盛り付けましょう。うん、そうだね、緑が入るとなんかそれだけで素敵に仕上がりますね。おい、こちらでポテサラも完成。はい、じゃあまずいつもの通り野菜から切っておきます。あとね今回ひき肉使うんでね、ひき肉の下処理もしていきます。豆腐ね、お湯でちょっと温めます。なのでちょっと時間かかるんで、先に温めてから野菜を切りたいと思います。じゃあお豆腐入れます。はい、はい、じゃあ野菜切っていきます。まずねキャベツからいきましょう。キャベツ芯落とします。硬いからね、太いね芯がまだあります。こういうところはこの芯に沿ってスッ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 と落としてあげて、はい、こんな感じ。はい、続いて長ネギは斜めにスライスしていきます。はい、じゃあまずは人参から切ります。人参皮むいてます。よいしょ。割とスプーンでこういっぱい具をすくえるようなスープにしたいなと思うので、コロコロしてサイの目のサイズに切ってください。はい、他の野菜も同様です。細く切ってから、玉ねぎも両サイド落としてあげて、ザク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 、かぼちゃもね食べやすいサイズに切りましょう。半分いいかな。
そしたらひき肉に塩コショウと酒で下味をつけましょう。はい、そしたらね、豆腐温まったと思います。そしたらザルとかにね、出して一回水切りましょう。はい、はい、そしたら先にコンソメ入れます。コンソメ溶かしましょう。そしたら野菜加えていきます。全てね、一緒のタイミングでいいかと思います。ちょっとクタクタなね、柔らかい野菜のスープに仕上げたいと思います。かぼちゃ、かぼちゃね、こう煮るとね、ちょっとこう溶けてとろみが出るんで、美味しく仕上がるんじゃないかと思っております。そしたらこのままね、中火でコト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 と横でずっと煮ていきます。そしたらフライパンにごま油入れます。ニンニク、これチューブね、今回使ってます。はい、じゃあニンニクの香り出てきたら、ひき肉加えて炒めていきます。ひき肉炒めてる時にまだこうちょっと白濁してるの分かるかな、油がね。これね、透明になるまで炒めてください。そうするとね、お肉のね、あの臭みがしっかり飛んだりしますので。はい、こんな感じでね、しっかり油が透明になりました。そしたらそこに豆板醤を加えていきます。豆板醤ですね、これぜひあのしっかり油で炒めてください。あの辛いのね、あのお子さんが食べれないよって方は無理して入れる必要はないと思うので、後入れで ね大人用に豆板醤入れてもいいですし、先にアレンジしてください。野菜加えましょう。キャベツ、そして長ネギ、そしてそこにお水加えます。そしたら蓋をして野菜がしんなりするまでこのまま蒸し焼きにしていきます。はい、そしたらね、10分15分ほどこうやっていくとね、だいぶキャベツがくたくたになりました。お酒または紹興酒ね、紹興酒あれば紹興酒使ってください。うまいからね。で、全体よくなじませます。豆腐入れます。こうやって崩しましょう。で、このままもう少し煮詰めていきます。はい、じゃあね、スープでだいぶ野菜が柔らかくなりました。そしたらそこにね、粒マスタード、そしてオリーブオイル、パセリ、ドライでもね、もちろんフレッシュでも構いません。で、よく混ぜる。水溶き片栗粉入れます。で、火は一回消しました。で、くるっと入れて、ちょっと固まっちゃうんで先によく混ぜて全体をなじませてから加熱します。とろみがつきました。そしたらこれつけましょう。美味しそうだね。はい、お好みで煮た唐辛子をかけるとより本格的なんじゃないかなと思います。こちらで完成。こっちのね、このとろ野菜いいですね、それたっぷり。はい、こちらでスープも完成です。はい、じゃあまずは野菜から切っていきたいと思います。今回ね、ブロッコリーとパプリカと玉ねぎが、まあ、ささっと切って、あとお肉がね、あります。ベーコンもあります。それを順番に切っていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、そしたらじゃあブロッコリーから切っていきましょう。この感じで切っていきましょう。食べやすいサイズにしていってください。こういうの大きいのでしっかり半分にしたりしてサイズを整えていきましょう。パプリカ切ります。はい、パプリカは縦に細く切っていきます。続いてピーマンも切りましょう。だからピーマンもね、パプリカ同様に縦に細く切ります。玉ねぎくし切りにしていきます。ベーコンは今回厚切り使ってますが、普通のハーフベーコンでももちろん OK です。はい、ニンニク一つは潰します。グッとで、芯だけ取りましょう。そしてもう一個はみじん切りにします。
はい、そしたら鶏には塩コショウで下味つけていきます。なじませておきましょう。はい、これでとりあえず準備 OK かな。そしたらブロッコリーね、さっと洗ってラップしました。でレンジで加熱していきます。電子レンジは600ワット3分です。加熱スタート。そしたらフライパンにオリーブオイル入れて、潰したニンニク、香りが出るまで加熱していきます。そしたら鶏肉いきます。はい、焼くときはね、皮目から焼いていってください。皮にしっかり焼き色がつくまで焼いていきましょう。鶏肉ひっくり返します。うん、いい焼き色です。ただね、もしね、ニンニクこの辺で取り除いても大丈夫だと思います。そしたら、そこに野菜入れていきます。玉ねぎとパプリカ、ピーマン。鶏肉もね、反対側にも焼き色がつきました。そしたらトマト缶入れていきます。トマト缶、そしてお砂糖で、コンソメで、このままちょっと煮詰めていきましょう。で、弱火と中火の間ぐらいで加熱していきましょう。はい、ということで大体今8分ぐらい煮ました。結構ね、トマトも煮詰まってきて、とろみがね感じられるのかなと思います。はい、でフライパンにオリーブオイル、ベーコンから炒めていきます。割とね、カリッとするまでしっかり炒めていきたいと思います。もう少しね、ベーコン炒めてくるんですが、このタイミングでニンニクと高菜爪加えます。はい、さっと混ぜてニンニクの香り出していきましょう。そしたらブロッコリー加えます。水分がね、レンチンした後、耐熱皿の下にあると思います。これは入れないでくださいね。そしたらね、塩コショウで最後味付けましょう。はい、ラタトゥイユもあのままずっと弱火ぐらいでね、煮詰めていたらいい感じになりました。もうね、塩で味整えてください。はい、はい、こちらラタトゥイユ一品完成。ベーコン、いい感じですね。ということで、こちらも完成。いかがでしたでしょうか。皆さんの献立作りにね、ぜひ参考になれば嬉しいです。それではまたね、バイバイ。